執務室に外部の人間が入れる方が問題ではないかと思います。記者の方々は各省庁内を歩き回って執務室に出入りしている可能性が指摘されています。麻生大臣にもこれに関してご意見をお聞きしたいんですけど、いかがでしょうか。麻生大臣。次に各省庁内におります記者の方々の問題についてお聞きしたいと思います。行政とメディアの結びつきという点では、先ほど取り上げた総務省の接待問題と相通ずるところがあるのではないかと思います。なかなか国会では指摘されにくいように思いますが、記者クラブというものに大きな問題があると思います。この記者クラブ、公的機関や業界団体などの各組織の継続取材を目的とするために、大手メディアが中心となって構成されている任意組織であります。各省庁には大抵の場合、記者クラブがあります。その部屋の割り当てがあると承知しております。そしてその記者の方々は各省庁内を歩き回って執務室に出入りしている可能性が指摘されています。今回朝日新聞の記事を配布資料として用意させていただきました。記事の内容は経済産業省におきまして数年前から執務室を施錠するようになったことで、記者の方々が執務室に入れなくなってそのことに苦言を呈するというものです。朝日新聞社には朝日新聞社の意見があろうかと思いますが、私としては執務室に外部の人間が入れる方が問題ではないかと思います。霞が関の各省庁にある記者クラブ、私自身は廃止すべきだと思いますが、少なくとも経済産業省のように執務室は施錠すべきと考えております。このような提案に関して財務省の事務の方、そして大臣のご見解順にお聞きしたいと思います。財務省、社谷官房長。はい、答え申し上げます。記者クラブは公的機関などを継続的に取材するジャーナリストの人たちによって構成され、公権力の行使を監視するとともに公的機関に情報公開を求めていく社会的責務を存在であると承知しております。この記者クラブに所属する記者の人たちに作業室、いわゆる記者クラブ室を提供することは、国民に対する広報を迅速かつ効率的に実施できるようにするために行っているものでございます。また尋ねございました執務室の施錠等の庁舎管理につきましては、各省庁が担う行政の状況に応じそれぞれの立場で実施しているものと承知しておりますが、財務省におきましても情報管理の重要性は十分認識しておりまして、執務室内の情報管理の徹底、入庁目的の確認や一部執務室での施錠等の対応を実施しているところでございます。浜田聡君。麻生大臣にもこれに関してご意見をお聞きしたいんですけど、いかがでしょうか。麻生大臣。今茶谷の方からご答弁させていただきましたけど、一番古いのは黒潮会ですかね。これ海軍省にあった黒潮会、これが一番古い記者クラブだと思います。その次は財権、その次は霞クラブですかね。大体そんな順番でこの記者クラブって一斉にせーのでできたわけではありませんから、結構歴史がある話なんだと思うんですが、今言いましたように公的機関における真の情報公開っていうのを務めていく、まあ社会的責任を負ってるんだと思いますけれども、当該記者クラブに所属する記者、いわゆる、まあ、記者クラブっていう名の、まあ、作業室ですな、作業室を提供するということによって国民に対する広報というものを効率的とか迅速にとかいうことにできるというようになることに一助にはなってると思うんですね。それの一助にはなっとると。弊害もありますよ、できますけど、執務室従いましてか勝手に書類が見られるとかですね、ダダ漏れのところもあるんじゃないかと、これ役所によって違いますので、そういった意味では今通算の話、計算の話が出てましたけど、計算は正常したんですかね。あそこは確か施工の時だったかなんかに正常したんだと記憶してますけれども、執務室の情報管理っていうのは私どものところはいわゆる為替なんかやっておりますんで、そういったところの部屋なんかは当然のこととして正常するということになりますし、私どもでもなかなか入れませんし、そういったところをやっておりますんで、運用を見直すっていうのは私どもとして今その直ちにその運用を見直すということを考えているわけではございません。浜田聡君。はい、財務省のご意見ありがとうございます。私ですね、国会に来て1年足らず経ちますが、いろいろと日々驚きがあります。その中の一つに壁耳というものがあります。今回の配布資料として他の議員さんが SNS 上にアップされていた写真を拝借させてもらいました。会議をしている部屋の壁に耳を当てて会議の内容を聞き取ろうというものです。記者の方々の持つ職業にかけるプロ魂というと聞こえいいかもしれませんが、一般の人からすると少し感覚が異なるのではないかと思います。こういうことをしてまで情報を仕入れようとする方々が建物内自由に移動できる状況というのは少し気をつけるべきではないかと思いまして、今後の推移見守りたいと思います。